皆さんこんにちは、バンチャンネルです。視聴者維持率を上げれば収益が上がるということなんですけど、これはどういうことかと言いますとですね、YouTube そして、クライアントはできるだけ質の高いチャンネル動画に広告を打ちたいものなんですけど、このですね、質の高さを保証する一つの値として、そのチャンネルそして動画の視聴者維持率がございます。視聴者維持率を上げることによってチャンネル単価が上がり、そして CM もつきやすくなり、1個の再生における CM の単価も上がります。というわけでですね、視聴者維持率を上げれば収益が上がるということなんですけど、じゃあ一体どのようにして視聴者維持率を、上げる動画を作るのかっていうことなんですけど、実は YouTube ってね、アップロードした後の動画をですね、一部簡単なカット編集ができるようになったんですよ。これいつからなったかっていうのはよくわからないんですけど、ぜひ皆さん、YouTube のですね、管理画面からですね、カット編集してほしいんですけど、じゃあどのようにカットすべきなのかということなんですけど、その視聴者維持率をですね、アナリティクスで、そのグラフで見てください。するとですね、視聴者さんがここで離れて、そしてここで動画を見ているというようなですね、場所が、それがだから視聴者維持率なんですけど、それがわかります。で、そのグラフをですね、見ながら、一方でですね、そのカット割り編集をするわけなんですよね。するとあら不思議。視聴者維持率の高い場所だけの動画になるわけですね。ある意味ちょっと後出しじゃんけん的な要素も含まれてるんですけど、YouTube が公式の機能として備えているアップロード後の編集使わない手はないですよね。とりあえずアップロード後の簡単なカット割り編集で視聴者維持率を上げて、そして収益化している YouTube チャンネルのですね、単価を上げてほしいなと思います。それじゃあ皆さん良い一日を、そして良い YouTube ライフを。バチャンネルでした。登録お願いします。さよなら。